はい、こんにちは、つっちーです。今日はですね、こちらの R55 クラブマンに、デフィの追加メーターを、ブースト系と水温系ですね、取り付けていきますんで、そちらの作業をご紹介したいと思います。それでは早速進めていきます。はい、まず取り付けるものを、順番にご説明させていただきたいと思います。で、取り付けるものがデフィの、追加メーター、アドバンスシリーズです。で、メーターはアドバンス DF ですね。電源オフ時にこのフェースが黒くなってて、まあ、電源が入ると表示が見えるタイプのものです。で、メーターポットは、デュエルの、フロッグになります。で、まあ、ハンドルのコラムカバー上半分を交換する感じですね。で、シボなんかも、まあ、純正のシボが再現されててかなり作りがいいです。で、まあ、素材も ABS、まあ、プラスチックですね。なのでフィッティングもかなりおすすめのメーターポットです。で、ちょっと1点だけ、ポイントがあるんですけれども、一応この、メーターポットを取り付けると、ハンドルの、調整範囲、チルトとテレスコですねの、チルトは問題ないんですけれども、テレスコ、手前奥が、若干、可動範囲狭くなりますので、まあ、その点だけちょっと、注意が必要です。で、あとはアドバンスシリーズなんで、まあ、電源だったりだとか、センサーの他に、コントロールユニットが付属します。で、このコントロールユニットが付くことで、さまざまな機能が、使えるようになってます。で、こちらのコントロールユニット、システムアップが可能です。なので、あのセンサーを追加することによって、今後、他のメーターを取り付けることも、比較的簡単に行うことができます。で、あとは、こちらがコントローラーですね。まあ、メーターのさまざまな機能をこちらで使用することができるようになってます。はい、それでは早速、取り付け作業を進めていきます。はい、取り付けが終わったんで、ちょっと動作の方を確認していきたいと思います。で、ちょっとその前に、取り付けた、メーターはこんな感じですね。まあ、取り付けキット、メーターポットのフロックでかなり綺麗に、違和感なく取り付けられています。で、フィッティングもかなりいいんで、この辺の隙間なんかもぴったりですね。で、ちょっと最初にお話しさせていただいたんですけれども、この、デュエルのフロッグ、一応チルトに関しては、問題なく全域稼働できます。で、テレスコですね、前後が、わずかに最後の本当にわずかな部分だけちょっとこの、エアコンの吹き出しとメーターが干渉してしまうんで、最後の一番奥の部分だけちょっと使えません。で、まあ、後付けのメーターつける方でハンドル一番奥でっていう方はあまりおそらくいらっしゃらないと思うんで、全く問題ないと思うんですけれども、一応製品の仕様上そういった仕様になってます。なんで、だいたい3分の2ぐらいの前後の調整になります。で、早速ちょっとエンジンかけてみたいと思います。で、今回取り付けさせていただいたのが BF なんで、オフ時は黒いメーターから、まあ、電源が入るとこんな感じでイルミネーションがつくようになってます。で、今回、イルミネーションカラーアンバー選んでいただいたんで、まあ、純正のイルミネーションカラーと
かなり合ってるんじゃないかなと思います。でこのアンバーの他にブルーとホワイトも一応設定がありますんで、選んでいただければブルーのものだったりホワイトのものを取り付けることも可能です。はい、でアドバンスシリーズの、機能様々ございますんで、順番にご説明させていただきたいと思います。でまずは、ディマー機能ですね。メーターの明るさ調整機能がついてます。で調整する場合は一番こっちの一番端のスイッチを、リアル一番上にしてもらって、この一番右の、リセットボタンですね、押していただくと一応5段階で明るさが微妙に変更可能です。はい、続いてワーニング機能ですね。一応メーターそれぞれ設定して、まあ、設定値で警告を出すことができます。でその場合設定する場合はこのダイヤルじゃないやスイッチを一番下にしてもらって、一番右の、左ボタンですね、押していただくと、こちらブースト系になるんですけれども、今1キロを指してますんで、まあ、1キロ、以上、針が触れると警告が入るようになってます。で警告と同時に音を出すこともできます。で音を出す出さないは、コントロールユニットの、切り替えスイッチで、設定が可能です。でこの、設定値、こちらのスイッチで上げたり下げたりできますんで、まあ、お車のそのチューニングの状態によって任意の場所に設定することができます。でもう一度左のボタンを押していただけると、今度こちら水温計の警告の設定になります。で今105度になってますんで、まあ、105度で、異常になった場合に警告入るようになってます。で大体ミネの場合、110度ぐらいまでは、上がりますんで、まあ、110度ちょっとぐらいにしてもらった方がいいかと思います。こんな感じですね。で設定終了する場合はこの切り替えスイッチを一番上ですね、リアルにしていってもらうと通常の表示元に戻ります。はい、続いてピークモードですね。メーターの針が触れた最大値を、記録することができるようになってますので、この切り替えスイッチ一番上のリアルの状態でピークボタンを押してもらうと簡単に、まあ、今まで最大値どこまで触れたのかっていうのが表示できるようになってます。なのでブーストがどれぐらい、かかったのかっていうのが、まあ、瞬間的に見なくても、まあ、後で確認したりだとか、まあ、水温計水温がどれぐらいまで上がったのかっていうのを、後で確認したりすることができるようになってます。はい、続いてレックモードですね。一応このメーターの動きを、最大3分間記録することができます。なんでまあサーキット、なんかで、まあ、メーターをずっと見るっていうのはちょっと難しいと思いますんで、まあ、動きを、記録することができるようになってます。でその場合、一番左のスイッチは一番上このリアルにしてもらって、この一番左のボタンですね、レックボタンで記録開始になります。今押してみます。そうするとこのピークボタンが、ピークボタンじゃないですね、ピークランプが点滅して記録が始まります。で例えば今このブースト計を少し動かしてみます。で終了する場合はまた左のボタンですね。で再生する場合は、一応一番右の切り替えスイッチをプレイにしてもらって、このプレイボタン一番左のボタン押してもらうと こんな感じでどれぐらい針がいつどのように動いたのかっていうのが再生できるようになってます。はい、いかがだったでしょうか。デフィのメーターミニ各車種取り付け可能です。ブースト系、水温計、その他、
何でもご相談ください。今日はつっちーがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。